はい、どうも、白熊先生です。今日お話したいのはですね、小室圭さんと眞子さん問題においてですね、たびたびですね、宮内庁がですね、批判の的にされています。今回の動画はですね、そもそもなんだけど、この宮内庁って一体何なのっていうことを、そしてですね、その宮内庁とは一体何なのかってことをですね、見ていくとですね、そこからですね、この小室圭さん問題において、宮内庁がよくですね、国民から批判される理由がですね、見えてきたということに関して話していきたいかなというふうに思っております。まずなんですけども、小室圭さん問題においてですね、宮内庁の行動だったりとか発言に関してはですね、たびたび批判が起きているんですね。例えばなんですけども、そもそもなぜですね、この小室圭さんに対して事前に調査しなかったのかっていうことだったりとか、あとは、その、眞子様がですね、PTSD にかかってしまった時にですね、その理由として、世間からのですね、誹謗中傷ということをですね、ことさら言ったりとかね、そこに関しては、意見という言い方はせずに、全部誹謗中傷っていう言い方をするんですね。で、あと他にもですね、お二人がですね、もうすぐ会見を開かれるわけなんですけども、その会見に関してもですね、あくまで費用はですね、二人がね、自分たちで出すんだよってことをことさら言ったりだったりとか、つまり何が言いたいかっていうと、ことさらですね、この小室圭眞子様をですね、すごく守ると言いますかね、そっち側に立ったような発言だったりとかをことさらするわけですよ。で、そこに関して、結構ですね、批判的な声が飛んできちゃったりしてるっていう感じなんですよね。でですね、そんなですね、批判の声がですね、よく飛ぶですね、宮内庁なんですけども、そもそもですよ、そもそも宮内庁って一体何なのっていう話なんですよ。ね。で、これはですね、何かっていうと、その、宮内庁職員はですね、まず1073人います。で、そのうちの特別職が70人いてですね、一般職が1010人ということですね。で、この一般職になるためには、国家公務員試験、国家公務員一般職試験っていうのを受けて、合格して内定をもらえれば、正式ルートとしてね、なれるっていう感じですね。はい。でも、これはいいんですよ。これは置いといて。ね。で、それよりもですね、これ今回すごい大事な何かっていうと、特別職ってやつなんですね。この70人いる特別職。ね。で、この、特別職ってじゃあ結局何かっていうと、要はですね、他省庁からの天下りなんですね。はい。ね。天下りによってですね、このね、特別職は全部埋まってるわけですよ、基本的に。で、当然の話ですけど、一般職よりも特別職の方が偉いですからね。はい。でですね、そうなってくると何が起きるかっていうとですね、ここがすごい大事なところなんですけども、彼らはですね、所詮天下りでですよ、特別職にね、ついただけのやつなんで、正直言ってですね、全然ですね、そんなね、やる気なんてなかったりするんですよ。ね。実際問題ですね、これね、皇室、公務員関係ですね、公務員問題について詳しいジャーナリストの方がね、おっしゃってたんですけども、基本的にはですよ、基本的には大きな波風立てずにですね、何気なくね、もう何度なく過ごせればいいっていう風に考えてるが、人がほとんどらしくてですね、つまりその皇室だったりとかに対する敬愛や使命感だったりとか、熱意を持って働いてる人がそもそもいないらしいんですよね。でもそれはね、確かに天下りっていう風に考えたら納得ですよね。確かにね、別にどうしても僕たちは宮内庁で勤めたいんだ、宮内庁で皇室のためにね、使いたいんだ、彼らのために頑張って働きたいんだっていう思いでなってるわけじゃないですからっていう話なわけですよね。はい。って考えたらそうなる気持ちもね、それはそうだわなっていう感じが、しますよね。はい。で、ちなみになんですけども、これね、年収ですね、年収。年収はですね、一般職ですね。一般職のですね、年収は740万円となっていて、そしてですね、宮内庁の長官まで行くとですね、なんとですね、約3000万円ですね。はい。これすごくないか、約3000万円ですよ、皆さん。ね。天下りで約3000万円もらえるって、美味しいじゃないですか。美味しい。っていう風になったらですね、ね、そんなですよ、大してね、やる気も出ないし、ね、なんとなくですね、そのね、その役職をですね、勤めて3000万ですね、もらえるんだったらいいやって考えるのが、普通っていう感じですよね。はい。つまりですよ。つまり、そういうですね、その宮内庁の今のですよ、その特別職をですね、担う人たちのシステムが、こういうふうにですね、眞子様問題のある種根本的な原因になっているのではないかっていう話なんですね。だから、例えばですよ。例えば、その宮内庁の人たちが、そういう天下りとかそういうので上の方が支配されてなくて、本当の意味でちゃんとやる気がある人がですね、上のポストにつけるようなね、その皇室のために使いたい、皇室のためにね、身を粉にして働きたいっていう人が、ちゃんと上に登れる特別職になれるっていうシステムがなっていれば、例えばなんですけども、その眞子様が小室圭さんとどうこうってなった時に、きちんと調べて、そこで早めに何かしらの対処をしたりとかね、できた可能性も、あるんじゃないのかな、なんていうふうに思うんですよね。はい。だから、やっぱりね、なんかこの辺はね、なんかこう、
なんかこう国の悪いとこが出ちゃったかなっていう感じがしますよ。実際ね。実際もね、まあ世の中に天下りなんてマジでいくらでもありますけど、ほとんどがですよ。ほとんどが別にその仕事について熱心じゃないですからね、本当に。あるじゃないですか。なんかね、どっかの企業の特別顧問みたいなね。なんだよ、特別顧問っていうね。なんか、よくわかんない言葉じゃないですかね。特別顧問。ね。偉そうな感じはするんだけど、結果として何をやってるかよくわかんないやつみたいなね。で、しかもね、またね、全然自分が今までしてきた職種とね、違うような業種の会社の特別顧問とかになってたりするじゃないですか。ね。お前にその経験が何もないのに、何をお前は顧問する必要があるんだっていうね。どんな意見がお前に言えるんだみたいなのあるじゃないですか。ね。でも結局あんなんも、要は名ばかりのですよ。ね、ポストで、結局ね、でも特別顧問だからってことで、毎年ですね、ものすごい年収をね、もらってたりとかね、するわけですよ。ね。だから結局、宮内庁もですね、実態としては上の方がそうなっちゃってるってことですね。まあもちろん一般職の人たちね、一般職のきちんと試験を通ってなった人たちっていうのは、まあやる気のある人もですね、まあちゃんといるのかもしんないですけど、まあ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 上の方はなかなかねっていうね、感じなんでしょうね。はい。で、ちなみになんですけども、彼らはですね、その特別職をですね、2、3年くらいやった後どうするかっていうと、ね、なんとなくですね、なんとなくですよ、やる気もなくですよ、天下りで特別職やって、何年かね、やって、で、高い年収いただいた後どうするかっていうと、結局ですね、また退任後は別の役職に再就職するんですよね。で、そこもですね、また全然関係ない仕事についてたりするわけですよ。ね。まあ、例えばなんですけども、山本前長官はですね、どこに行ったかっていうと、財団法人地域創造のですね、理事長になっていたりとかですね。はい。あとはですね、風岡元長官はどうなってるかっていうと、公益法人日本住宅総合センターの理事長になってるっていうね。はい。まあ、このようにですね、全然関係ない仕事の理事長になってるっていうね。で、またこの理事長っていうのもさ、結局何するのかいまいちわかんないじゃないですか。ね。全然自分が今までしたことないジャンルの、ね、会社と言いますか、団体のね、理事長になんでなれんだっていう話なわけですよ。だからこれも結局天下りなんですよね。天下り。はい。もういろんなとこに天下って天下って、ポン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 いろんなとこ転々としてね。で、数年間ずつやって、その間は特にね、何もせずに、ね、特に問題も起こさずやり過ごせればいいや、みたいな感じでやっといて。で、それで金だけもらったら、はい、じゃあ次の天下り先ってわけですよ。ね。はい。まあだからそう考えるとね、なんか、その中の一個、そういうふうにですよ。天下り先でポン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 回れる中の一個に、こういうふうにですね、宮内庁がなってしまってるっていうふうに考えるんであれば、まあ、昨今のですね、宮内庁の不甲斐なさっぷりっていうのがね、本当に露呈しましたけど、それっていうのはある種当たり前かなっていう気がしますよね。これだけ国民からね、まあ、眞子様、小室圭さんもそうですけど、何より宮内庁にもですね、批判の声が飛ぶっていうのは、まあ、ある種当たり前かなっていう気はしますね。はい。というわけでですね、今日はこれで終わりたいと思います。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったらですね、高評価、チャンネル登録、あとコメントとかですね、ありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。